ははいい、えー、さんおようございます、えー、今日もねもうほんと年、ね、末に近くなってきてね、まあ、こんなやって、えー、家で仕事してんだけども昨日はちょっとねあのあるちょっとね、えー、方たちとあの会食をしましてですねまあ、こんな時期なんでまあ、あんまり大きくねその人集めてってことできないんだけども、まあ、せっかくねあのう もう年末だし忘年会も今年ほとんどやらなかったしでイベントもほとんど中止になっちゃってるしね、まあ、それだったらじゃあちょっと軽く将棋でもしましょうなんつってさで将棋、あのー、来たんですよだで面白いことにね、まあ、あのー、ほら、えー、この方たちはね一応金融機関の方たちなんだけどもあのー、さは僕ほら若い時からさ、あのー、すごく金融機関の方たちとは密接な関係があってねでまあ 当然だけどもさあ、まあ、不動産の、お例えばう、住宅ローンのね、まあ、前職の会社で住宅販売したんで、えー、その住宅ローンのさ申し込みとかね、えー、もうお、まあ、かなりの件数ね、えー、やったわけですよ。で、前はね、あの、ある金融機関の、おまあ、支店名、うん、どうしようかな、まあ、言っていいかどうか分かんないんだけど、うんまあ、景品急行のね、 すごいちっちゃいこう支店なんだよね。で、たまたまあの、前職の会社のさ、あね、メインバンクがあの、その銀行の、えー、大船支店だったうわけなんだけども、おそのさあ、大船支店にみんなこう持ち込んでたんだけど、僕はたまたまね、あのー、えー、新すぎたの方に、えー、支店に移ったときに、 どうもその大船まで行くのめんどくさいなということでですね近くの金融機関開拓しようってことで開拓したわけで同じ頃は銀行だからあのー、持ち込みしたんですよ当時はねそのなんとかなえー、先行登記っつってお金払う前にね登記しないといけないっていうねくだらないルールがあって、まあ、そんなもん普通の人はありえないじゃん とこはね、それをみんなで説得しながらさ、やってたんですよ。あの金融広告のね、申し込みなんかいう、そういう形じゃないと受け付けなかったの。ところが、うん、それはおかしいでしょってことで、で、たまたまそのね、えー、支店の近くの金ところに行って、あのー、説得してね、で、他の金融機関だとこういうふうにやってるよっていうのをですね、教えてあげたら、えー、そんなことはないでしょなっ,つって。で、とりあえず調べてもらったら、あ確かにね、 あのー、基本的なルールはそれなんだけど、それちょっと夜中の時践に合わないよねっていうことの意見が大きくなってきたんで、えー、金融広庫ね、昔住宅金融広庫って言うんだけども、その金融広庫の方のお規定をね、少し緩和したんですよ。で、結局僕の言ってる方が正しくて、なんだそれだったらね、ぜひうちの方に持ち込みしてくださいなんつって。で、そこでね、みんなその視点に持ち込んだわけね。そしたらそのちっちゃいさ、 今なくなっちゃったんで、まあ今なくなっちゃった理由っていうのは、多分僕なんかが抜けちゃったからなんだろうけどさ、<laughs> そこの視点がね、もうその金融機関の、まあ大手でしょの金融機関のお、まあ上位に入っちゃった。住宅ローンの持ち込みケースが。まあそりゃそうだよな。もうみんなしょあ持ち込んでてさ、やったからあですね、えー、結構な持ち込み案件になった。で、また、あのー、違うね、金融機関の中では、ああですね、えー、たまたま税食の会社で、 え、ね、アパートの販売とか、アパートのね、ローンの付け方も、いろいろ検討しながらですね、やってきた。で、そこで、たまたまそこの視点のね、連中なんかにそのアパートローンのさ、ま、いろいろね、え、案件についてこういう見方するんだってことをですね、やったりね、してて、で、結局ね、そこはたたたたと伸びてったわけ<ン>。で<ま>、まあ、そのね、あの、そこの視点はさ、やっぱり、 最近ちょっとね、住宅、ってかあの、うん、アパートローンがね、あの、厳しい状況になっちゃったんだけども、要するに当時はね、あの、結構通してくれて、で、多分ね、どうだろうね、うちの会社、まあ、CF ネットになってからね、えー、そこの視点で、年間、金、そ、そこの視点だけでね、25億から30億くらい持ち込んでたんじゃないかな。だからさ、 周りの人、ね、その視点が、なんでお前んとこだけみたいな話になっちゃったね。で、まあ、だんだんそれが広がってきてさ。で、まあ、そこのね、某視点なんだけど、そこの人たちはさ、みんなそれ取り組んでくれたから、どん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 出世するじゃんさ。で、結構ね、その、なんていうの、うん、転勤の多いね、近畿間なんだよね。で、結局そこから離れた人たちが、まあ、うん、今度どこどこ視点移りました、どこどこして行きましたっていう挨拶来るから、まあ、 基本的には、そのうちのメインバーグそこなんだけど、要するに、まあ、うん、ねえ、違う視点にも、その、近くのお客さんに紹介したりなんかしてね、やってたわけ。そしたらさ、あのー、ね、昨日、まあそういう中で、えー、話してて、びっくりしたのが、ね、え、そこの人連中ってさ、みんな立派になっちゃっててね、それで、まあ僕が、ね、誰々君がさ、みたいな話したら、え 社長、それ、誰 <laughs> くんじゃないですよ、と。統括部長ですよ、とか。<laughs> ええー、あいつ括部長だったのとかさ、そんな話だ。でね、あのー、これね、うんと、リクルートの人もそうだよな。あのー、僕は、そうだね、30の半ばくらいに、えー、当時ね、30、そこそこの人たちが、まあ、若い会社でね、 でみんなバリバリ仕事しててもう夜遅くからは何しようがもうめちゃめちゃ働いてたんだよね。僕なんかもそのペースで働いてたからあのー、ね例えばそこでえ研究会があって僕はそこに行って、えー、講演してあげた結果あ、ね、その研究会に参加してでいろんなことをさその、ね、リクルートの社員の人たちにいろいろ教えたりしてねでそれが今度はさこうなんていうのかな発生して。 えー、今度ね、そのリクルトで、えー、トップセミナーってやるんですよと。で、トップって何かっていうと、要するに、その、まあ、当時はね、住宅情報っていうのがあったんだけども、その住宅情報のさ、えー、人たちが企画してね、で、その広告を取るために、やっぱり経営者にこっちからね、あのー、ギブしなきゃいけないと。ギブアンドテープだから、まあ、仕事はね、やっぱギブが先だみたいな話になって、 で、企画するんでね、あのー、ね、えー、社長う、ちょっと協力しようだよ、なんつって。俺ってさ、もう、うん、まあ、大阪、東京、名古屋も行ったかな。あと、あそこも行ったね、あの、岡山とか行って。で、そのセミナーを、もう一泊二日で行くんだけど、 要するに、セミナーはね、大体2時間ぐらいなんだけどさ、まあ場所が遠いからってね、一泊来て、ね、おも事食って帰ってくるんだけど、まあそういう、もうバリバリした連中がいっぱいいたわけだよね。でさ、それがね、今、こう、どん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 立派になっちゃってさ、で、おい、これコピー取ってこいとか、ね、これやってこいとかいう連中がさ、もう上に立っちゃってるんだよな。で、さっきの金融機関の人たちも、いや、びっくりだよ。<laughs> 昨日それでそう話しててさ、はははは。 <laughs> えあいつそんなになっちゃったんだみたいなさで考えてみたら62じゃん、ね、で、えー、あの頃さ、ね、あのそさ金融機関のさそのまあうん代理って呼ばれてるね課長の人,たの人たちがバリバリ仕事してる時代だよねでそこにバンバンもうローン持ち込んでたわけだから彼らがもうさこっちのペースに合わせて頑張ってきたわけだよね。 それでまあ結果的には日本の経済はどん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 さ、この伸びてきたはずなんだよね。で、まあそういう面でさ、その、なんうかな、うん、みんなこの年齢とともにね、あの、成長していくのよ。だから人はね、やっぱり大事にしないとダメだね。そう大事って何かっていうと、なんかチヤホヤしたりなんかじゃないんだよ。仕事の上で、ね、きっちりと、その、みんなで仕事する。ね、当然我々っていうのは、 そのね、例えば不動産投資する人に対しては、金融機関の設定するよね。その金融機関の,の選定もしながら、えー、ね、その融資の実行に,もに入れてみたりね、あと物件のほら、仕入れとか言って、ね、業者さんあからあ物件の仕入れをさせていただいて、それを販売するとか、土地を仕入れてアパートって売るとか、いうことをさ、ずっとやってきたわけだ。あのね、これ、我々の仕事っていうのは、 1> 1人じゃできないんだよ、うん、だからそれはねあの理解して動いてるかどうかだよね。でやっぱさこう昔の人たちこう見てるとさやっぱりバリバリやってたやつはネットワークも広いよねだからその中でさやっぱり裏切らないであのちゃんとみんなで仕事してきたっていうねあの僕は昔、ね、若い頃にお、ね、いしいご飯はみんなで食べるっていうのがあのな僕の まあ前職の会社の、要するに、なんいかな、え、いわゆる、うなんてうの、キャッチフレーズっていうのを、要するに、え、まあ、基本方針だよね、みんなでおいしいご飯を食べる、ね、え、おいしいご飯をはみんなで食べるっていうね、え、とこで、やっぱりね、そういう意識を持って、ね、やっぱりね、あの、銀行員一人一人もそうだし、え、不動産会社もみんなそうだし、そういうね、あと、まあ、 今度販売するね、その雑誌の人たちもそうだけども、そういう仲間っていうものを、やっぱりね、育て合えてきたって言ったら、ちょっと生意気かもしれないけども、一瞬育ってきたっていうね、意識があって、もう懐かしい話でさ、花咲いちゃって、<laughs> 面白かったね。いや、本当うん、うん、ね、今度ちょっとぜひ、こうみんなでさ、ね、あの、このコロナが終わったら、ね、みんなであつ集まってさ、飯食おうぜ、なんつって。 えーまあ、昨日はね、いい気持ちで酒飲んで帰ってたんだけど、まあ、ねえ、あのー、やっぱり、成長ってことをね、意識するやつとしないやつの違いじゃないかな。でやっぱり、こう、人を蹴落としたりさ、なんか、自分だけ儲けちゃったり、うん、ねあのー、するやついるよね。あとはもう一つはね、ねあのー、例えば、うん、まあ、そいつなんだけどさ、まあ、あのー、ね、 えー、うちのビジネスモデルパクってね、あの、仕事してる人いるけど、恥ずかしくないのかなって思うんだよねで。その、恥ずかしくないのかなっていうのは、その、多分そこで働く人みんな恥ずかしい話になっちゃうんじゃないのうん。やっぱそうじゃなくて、やっぱりさ、仕事はさ、みんなでやるってことだ嘘言ったって分かっちゃうんだもん、みんな。うん。だからね、ねその、バレちゃった時に恥ずかしいなって思わないのかねえー、って思うんだよね。 僕は、ね、ずっと恥ずかしい生き方してないからあのー、ねもうまあ、まあ、昨日のね金融機関の人たちはみんな僕のことみんな知ってるんだよそのい全部上の人じゃさ <laughs> ねっ役になっちゃってる人も何人もいてさいやびっくりだよねこっちはこっちでねまあ、うん、中小企業まあそこそこね大きい人だって中小企業のうちだよ、ね、でその中小企業のね、まあ、こうやって、えー、社長をねいくつかやってるとさ やっぱり、なんとかな、懐かしい話いっぱいあるよね。それでさ、あの一番大事なのは、この懐かしい話した時に、恥ずかしくないっていうのが一番だよ。うん、あのー、実は、僕ね、あの、ほら、何、えー？学歴差し押してないしさ。ね、えそのなんての別に高卒で、山、えー、学のさ、パソコン、えー、コンピューターのね、学校行ってた。恥ずかしくないもん、全然、うん。だって、今はさ、恥ずかしくないもん。 <laughs> なんか学歴参照したりさなんかしてるやつってさやっぱ恥ずかしいじゃねえのどっかで,、うん、で生き方がくだらないからごまかそうとするんだよなであと権威とか言うやついいんじゃん、ね、よく言いましたようちの、ねえー、会社の中でも、ね、その権威権威ってやつがいたんだけどバカだよなそんなのでさ権威なんかつくわけねえじゃんやっぱり権威っていうのは何かっていうと実際に、ね、ちゃんと結果出した人が権威があるんだよ ね、だから例えば、まあ、いつも言うようにさその、ね、松下晃之助とかねその本田宗一郎とか、まあ、僕はあんまり人の自伝読まないけど、まあ、彼らの自伝は子供の頃読みましたよ。ね、これは全然、ね、中層だって恥ずかしくない高層でも恥ずかしくないんですよ。学歴なんか気にしてないんですよ別に、うん。だからあ、ね、実際にさこう仕事をしてねきっちっと結果を出した人はやっぱり自分の身の丈が恥ずかしくないんですよ。うん、だから ね、でかいこと言ってさあのー、やってるやつねもうまあ面倒くさいからもう言わないけど <laughs> ねそういうやつとか YouTube 出てくるやつとかさはったりかましてるやついっぱい,いじゃんじゃ、ね、恥ずかしくないのかと俺いつも思うんだよ、うん、だから僕はねなんだかんだ言ってもあのー、ねうんこうなんていうかな金持ってる持ってないとかじゃなくて、えー、ねえ その仕事についてもねやっぱさ恥ずかしくない生き方って大事じゃないかなと思うようんそれは何が恥ずかしくないかっていうと自分が恥ずかしくない自分であるっていうことは重要ですよだから人から見てどう思われても関係ないじゃんねうんうんなんかさあのー、まあ俺なんかもね昔あのうん前職の会社でねもうバリバリに仕事してるわけだよな朝から晩まで働いてそこからまたさ夜遅くまでね勉強して えー、生きてきたわけだけどもその時にさねなんか定時ちょっと超えると「飯食う行くぜ」とか、ね「飲み行こうぜ」とか「今日はどこ行く?」とか言ってるバカなやついっぱいいんじゃんさねバカだっ,って俺たまに行くけどねそれも <laughs> 言ってたけど、ね、基本的にそういうこと言う,いいう連中なんかがねあの僕はさ、まあ、当然業績もすごい良かったしえー、給料もそこそこね上げてくれって言ったことないけどどんどん上がったし。 え、組織の束ねる力を持ってきたし、って言ってさ、どん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 、こう、成長してくるよね。ところが、成長しない人がいるんだよ、そこに。そうすると、こいつらがさ、まあ、ぐじぐじあることないこと言い出すんだよな。で、特に能力のないバカがいてさ、もうね、なんていうかな、こう、うん、例えば、ね、あの、まあ、前職の会社の社長のところにね、 言ってさ「いや,いや昨日誰々さんが僕のことをこう言うんですよ」始まるんだよそれは自慢話なんだよなでもさそいつに聞いてみると「お前そんなったゃな」って俺聞くと「えそんなこと言ってないですよ」とか「や気でいるんだよそう,いうやつねだからまあ残念だけどそういうやつとさやっぱ同じなんとかなこのステージで仕事できないよねでアメグの宛に言った言葉が面白いですよあのねまず「付き合いが悪い」ってよく言われたねうんだって 別に、僕、社内の人たちと飯食うんだったら、お客さんと飯食いに行くとかね、うん、あの、例えばお客さん家に行って、ね、ご飯とかごちそうになっちゃったりとかしてたから。<laughs> ねだから、あのー、ある意味では、ね、その、なんか、だらだらと、なんか、上限関係の、うん、なんか、見栄えのあるようなさ、くだらないとこでは、あのー、ね、どうせ口喧嘩になっちゃうし、行かなかったんだよ、最後のとこはね。人となんか付き合いもあるやろ。もう一つ言われたのが、え、お前なんかさ、仕事できるだけじゃんって言われたんだよ。 職場で <laughs> 頭狂ってるよね <laughs> 仕事できるやつ捕まえてさお前なんか仕事できるだけじゃんっつったんだよ「ね、はってそれ褒め言葉?」って言ったんだよ俺。言 <laughs> ったら「ねお前全然人ともつき合わないしさ、ね、<え>なんか会社の中でさ確かに売り上げ伸びてるしね仕事できるかもしれないけどそれだけでいいってもんじゃないんだよな」っつってんの。 で、それ、職場で言う言葉じゃなくね <laughs> って思ったんだよね。<laughs> まあ、それからちょっと縁が届いちゃったね。まあ,あの、いろんな人がね、いろいろこと言うんだけど、やっぱ大事なことはね、あの自分の信念に貫くことが一番じゃないかなと思うね。で、信念に貫いてると、そういう人たちがさ、その別に日々こうね、なんとかな、接してなくても、まあ、遠くで、僕のことを褒めてくれる。うん。遠くで、あの人はすごい人だって言ってくれる。 それが一番いいんじゃないかなと思うね。うん。まあ、あのー、こうやって YouTube なんかやってるとさ、なんか、うん、いろんなこと書くやついるじゃん。最近、あでも最近いなくなったな。なてでだうん。言っても無駄だ,だからか。<laughs> なんかさ、<laughs> 考え方古すぎるとかさ、ねえ、その、うん、ねその入れ墨事件は結構すごかったな。入れ,墨入れてるやつは、なんかねえ、あのー、ちょっと社会的にどうかと思うみたいなこと言ったらさ、なんかそんなこと考え方古いとか。 ね言ってんだけど、そうじゃねえよっていうね。あのー、別にそんなこと何言われるのか関係ないんだけど、ね俺はそう思うんだよ。やっぱ、成功してる人入れずになんかしてないもん、どう考えたって。見たことないよ、そんなやつ。うん。まあね、へへ若のいたやつちょっとやっちゃったやつもいるかもしれないけどさ、いないよ。うん。まあねうん。どうなんだろうね。そういう人たちも、なんかちょっと違うさ、こう、考え方で、えー、自分をさ、なんかこう、 ねえ、大きく見せたいのか、うん、なんかそういうね、アウトローに見せたいのか、なんかわかんないけど、そんなことしなくていいんじゃないかなと思うんだよね。やっぱ人はね、僕、身の丈で評価されるのが一番。うん、だからこんなこと言ってても、ちゃんと評価されてる人が、周りにいっぱいいるな、っていうのを昨日ね、感じたんですよ。まあ、良かったなと思いますね。えということで皆さんもね、あの、生き方の中で大事なのは、ね、あのー、嫌われない生き方がいいね。 疲れようと思う人は全くないですよ。うん、別に。だけど、その、嫌われないって何かっていうと、やっぱさ、その、人に迷惑かけたり、その、なんとうの、うん、仕事でね、要するに迷惑かけたり、あとは、仕事をおろささんにしてみたりね、えー、そういうことをしないで、えー、ちゃんと生きていく,くとね、周りはみんな評価してくれるわけじゃん。で、そうやって、自分たちが、ね、年齢を積み重ねると合わせて、周りにそてどんどん年齢積み重ねてるわけだよな。 でそうするとそういう人たちがさ、ね、どん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 知らない間に、ねあのー、こう引き立ててくれてるってことを意識するのが一番いいんじゃないかなと思うね、うんうん、だからおかげさまでさあね、えー、あこの間もあれだよあ俺ことこですよねあのコメント書いてからねあのかきまるさんだよな <laughs>、うん、彼もさね住宅販売の頃にもう徹底的に戦ったやつなんだよ ねであいつがまた来たぜみたいな話でさこういつもねこのまあ団地ね <laughs> その近くの人気な団地をさ2人でほとんど売ってるわけだよ。なんていうかと、ね、俺なんかだってあいつあの、ね、え例えばお客さん案内する時に、ね、あのもう出た瞬間だから夜8時とかに案内に行ったりするとね 9時に次に案内入って言うと、もうそいつに決まってるわけなんで、もうわかってんから、もうその場で買い付け入れて <laughs>、もうこれ買いますからって止めちゃうっていうかそのことは向こうがここにさ、始まるわけじゃん。いやそれをね、ずっと続けてたやつがね、あの、今すごいですよ。ね、もうかなりビル持ったりしてね、あの、金持ってますよ。で、たまにね、あの、昔話しながらさ、あの、たまたま行きつけの寿司屋であってさ、お前え、えみたいな、懐かしいな、なんつってさ、 で、話したんだけど、それからね、たまに飯食うんですよ。で、そうやってこの子供がさ、あの、やっぱりね、この不動産屋になってね、で、まあ、某金融機関のね、とこから、の不動産部から始まって、いろいろやってね、今独立してさ、やってて、みんなでやっぱ、仲間だよね。うん、あの、いい関係が続いてる。まあ、それはやっぱりさ、あの、ね、あんだけ戦ってたんだのに、やっぱお互いにさ、なんか、意識してるから、なんか、友達でもないんだけど、なんか、 面白い関係だよね。で、今もそうだけど、たまにね、なんか連絡来たりしてさ、ね、で、その後どうなのみとかね、今どんな感じとかね、ね、連絡取ったりなんかしてね、いるんだけど、まあまあうーん、そういうね、なんていうかな、こう、環境、ね、やっぱりその環境って自分たちが作るもんだから、やっぱりね、その満足できる環境っていうのはさ、自分でどんどん作っていくっていうことなんだけど、その環境を作るのには、やっぱりさ、 あの、ちゃんと誠心誠意、あの、正しい言い方しないと環境できないよ。うん。と僕はもうね。うん。だからぜひ、えー、ね、皆さんも、ね、若い方がいたらさ、周りをね、大切にした方がいいですよ。うん。あの、なんかちょっとしたことでさ、儲けるとか、あの、くだらね、何やあれえ、なんだっけえ、商材売ってるやつとかさ、いいんじゃん。ねあの、とか、何あれネットワークビジネスなんだっけほら、あの、ん金持っさん、貧乏グさん書いたやつあなんか、 あのネットワークビジネス進めたらなんかするらしいんだよ。バカだよな。<laughs> そんなんで友達なくすよね。<laughs> 昔とかさ、バッキョ時間ねえからいいかねえ。あの俺、自分で授業始めた頃にさね。子供の頃やね。あのそんなに仲良くないやつが電話かかってきてさで、なんか話があるってから言ったらさ。 布団を売りつけようとしてるんだ、ね、よ、俺に。それそのネットワークビジネスでさ、でお前もこれ売ったらさ、ね、お前のところいくら入るからさ、みたいな。お前、いらねえったの、そんなの。そんな小銭、<laughs> バカ。であの頃もね、相当稼いでたから、ね、あの、もうくだらなすぎるよね。その、なんか、人に物、そう、人に物売るがいいんだよ、もちろん。ね、ねだけど、それはさ、ネットワークビジネスで、三十何万円の布団とか売りつけに来たからね、 で、ババって、お前、布団そんなにいらねえよって言ったんだよ <laughs>。で、それからまあ縁切れちゃったけどさ、まあ、おかしなやつもいたね。だから、そういうね、なんかこそくなっていうかさ、くだらないことに首突っこわないで、ね、その、地に足のついた自分の足元の仕事をきっちり早いんじゃねえので、今なんか失業時代とかなんかいらんなこと言ってんけど、ね、そんな、あの、失業するような時代じゃないよ。 選んそっからねあのー、叩き上げてさ、ね、自分の事業にしていけばいいんじゃねえのもしくはねえー、サラリーマンだってさそのちゃんとした正社員で働いてね、あのー、雇用をさこのねえー、まあその、うん、雇用主の事業を成長させる、うん、っていうのでいいんじゃねえの最初はで。僕はもうね あのー、やっぱさなんかこうまあ国もこう社会もそうかもしれないけどなんか人を粗末にするよねうーんだからうーんだんだんさそうしてるとねあの日本の経済も日本の国もね粗末になっちゃうんじゃねえかなと思うようんだからまあうんね少なくとも自分たちは周りを粗末にしないようにしようよっていうことなんだ うんまあ、ぜひ昨日ちょっとねあの飲んだ席で結構楽しい気分になっちゃったからさちょっと皆さんにご報告として、ね、この、ね、やっぱり積み重ねって大事だなって本当に思いましたよ、うん、ぜひ皆さんもね積み重なるようなさ、ね、豊かな人生を送りましょうよっていうことです、うん、それではまたかでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。